日本に韓流ブームを最初に巻き起こしたカンドラ作品とは、人気をランキング形式でお届け。皆さんこんにちは。2003年のドラマ冬のソナタを皮切りに、日本では韓流ブームが起こりましたよね。ヨン様とチェジウさん、そしてパクヨンハさんが日本では爆発的に人気が出ました。とにかくフィーバーし、韓流ドラマが始まったらテレビにかじりつく女性、そして男性がたくさんいたことと思います。そんな第一次韓流ブームといわれる火付け役となった作品はどの作品たちでしょうか。今回はランキング形式でお届けします。こちらのランキングは第一次韓流ブームを限定とし、作品への SNS の反応、各種ランキングサイト、投票サイトを総合的にまとめた結果となりますので、ご了承くださいませ。では早速見ていきましょう。エンタメポンポコリン804。美しき日々、2003年。冬のソナタに引き続き、2003年9月から2004年3月まで NHK 衛星第2で放送され、地上波では2004年10月から2005年4月2日まで NHK 総合の韓国ドラマシリーズ枠で放送された作品です。イ・ビョンホンさんとチェジウさんをはじめ、ユシウォンさんやシン・ミナさん、ソン・ドンイルさん、オム・ジョンファンさんなど豪華キャスティングとなっており、最高視聴率も 30.9% を記録しました。運命に導かれて出会った4人の美しき日々、ひたむきに生きる姿を描いた感動のラブストーリーです。心に傷を負った4人の若者たちの様々な愛の形をダイナミックに描いた話題作です。ごめん愛してる、2004年。ソジゾブさん主演で送るごめん愛してるは、2004年11月に韓国 KBS で放送されたドラマです。韓国ではタイトルのミアナダ・サランハンダを略してミサと呼び、見終わるとドラマが頭から離れられなくなり、何も手につかないというミサ廃人という言葉を生み出したり、主演俳優のファッションやセリフを真似るという熱狂的なファンが増え、社会現象を起こしました。またこの作品で第41回ベクサン芸術大賞では、テレビ男性最優秀演技賞を主演のソジソブさんが受賞されました。ドラマの挿入歌は中島美嘉さんの雪の花のカバーをパク・ヒョシンさんがされ、切なさが込み上げる歌唱がぐっと心にきましたね。日本でも永瀬智也さんを主演に2017年にリメイクされました。秋の童話、ソン・スンホンさん、ソン・ヘギョさん、ウォン・ビンさんとトップスター3人が夢の共演をした作品です。冬のソナタのユン・ソクホ監督が送る四季シリーズ第1弾として放送され、韓国での最高視聴率 42% 超えを果たした大ヒットドラマです。裕福な家庭から一転、出生時の取り違いが発覚し、貧しい暮らしを送ることになったウンソと、ウンソの兄弟として育てられた最愛の兄ジュンソ、そしてジュンソの親友でウンソを一途に愛し続ける御曹司のテソク、3人が織りなす三角関係を軸に、運命のいたずらに翻弄される若者たちを美しくも切なく描いた愛の物語です。この作品の再放送を見て、私は韓流スターで初めてウォンビンさんを好きになりました。クン、ラブインパレス、2006年。2006年に MBC で放送されたこちらの作品は、同名の漫画を原作に、平凡な女子高生が祖父同士の約束のため王室の皇太子と政略結婚することになったことから繰り広げられる胸キュン宮廷ロマンスです。当時はまだ新人であったチュジフンさんとユンウネさんが主演を務め、アジア中で大ヒットした人気作です。放送開始前、原作者である作家のパクソヒさんはチョインソンさんとチャンナラさんを主人公にと思っていたそうです。しかし監督の判断で4人の主人公を全員新人俳優でキャスティングすることになったとか。原作ファンからの反論もあったようですが、いざ放送が始まると、作品の世界観をはじめ豪華なセットに衣装、これまでのドラマでは見たことのないレベルの高い映像美、新人だと思っていたら素晴らしい演技力に韓国中で大きな話題となりました。視
聴率も 28% を記録し、2006年上半期の最高傑作と呼ばれるほど高い人気を得ています。コーヒープリンス1号店、2007年に放送され、韓国だけでなく世界的にも大ヒットしたこちらの作品は、日本でも大人気のコンユさんの出世作でもありますよね。コンユさんとユーウネさんが主演で、一家の長として生計を助ける女性がイケメン男子のみを雇うコーヒーショップで働くことになり、恋や友情に悩む姿を描いたドラマです。私の一番好きなシーンは、ウンちゃんと出会い、男性と分かっていても惹かれてしまうというコンユさんの戸惑いの演技、何とも言えぬ苦しさを見事に表現されている部分です。これを見てコンユさんの大ファンになった方は本当に多いでしょう。またウンちゃんの女性らしい姿も必見です。私の名前はキム・サムスン、2005年。最高視聴率は 50% 超え、平均視聴率は 36.9% を記録した超人気作。こちらのドラマも韓国でサムスンシンドロームと呼ばれる社会現象を起こしました。主人公のキム・サムスンの職業であるパティシエの死亡者が急増しました。またキム・サムスン役のキム・ソナさんは役のために体重を増量したそうです。女優魂がすごいですよね。自分に自信が持てない30代女性が、人生のどん底で年下のイケメン御曹司と出会い、恋愛や結婚、仕事、家族の問題などに悩みながらもたくましく生きていく姿に多くの女性の共感を得たドラマでしょう。天国の階段、2003年。2003年に SBS で放送されたドラマです。視聴者のレビューがとにかくいい作品です。しかし涙なしでは絶対に見れません。最高視聴率 45.3% を記録し、韓国のみならず日本や中国でも大ブームを起こし、コン・サウンさん、チェ・ジウさん、シン・ヒョンジュンさん、キム・テヒさんという今ではトップスターに上り詰めた方々が出演されていて、4人が主役といったようなドラマでした。またキム・ボムスさんが歌う主題歌会いたいも大ヒットを記録しましたね。カラオケで歌ったという方も多いのではないでしょうか。この時チェジウさんは涙の女王と言われるほど、とにかく泣きの演技が辛くて悲しくて切ない、本当に素晴らしい演技を見せていただきましたね。イさん、2007年。イソジンさん主演で2007年に制作された韓国時代劇です。朝鮮王朝時代の中でも特に波乱の人生を送ったとされる第22代王チョンジョの生き様を描いています。日本で繰り返しテレビで再放送されるほどの人気作品ですね。イさんが繰り広げる政敵との戦い、駆け引きやソンヨンとの恋、そして友との心のつながりにとても感動します。カンドラの時代劇が初めてという方でもすんなりとストーリーに入っていける最高傑作だと思います。イソジンさんのアドリブも楽しみなドラマになっています。宮廷女官チャングムの誓い、2003年。イヨンウェさんが主演を務め、2003年に放送されました。恵まれない環境で育った少女チャングムが宮廷料理人として活躍し、そして王の主治医にまでなる姿を描いた作品です。イヨンウェさんの美しさ、そして困難にも何度でも立ち向かい凛とした姿に誰もが憧れたことでしょう。多くの視聴者を魅了し、社会現象を巻き起こしました。21年経った現在も根強い人気を誇っています。以前宮廷女官チャングムに出演されていたキャスト20名の現在を動画にしたものがありますので、ご興味ある方はぜひ概要欄に動画のリンクを貼り付けてありますので見てみてくださいね。冬のソナタ、2002年。第1位に輝いたのはベヨンジュンさんとチェジウさんが共演した冬のソナタです。2003年に NHK の BS で放送され、第一次韓流ブームの火付け役となった伝説の作品ですね。運命に翻弄された男女の純愛ラブストーリーとなっています。ヒロインのユジンが婚約者のサンヒョクと初恋の人にそっくりなミニョンの間で心揺れる様子が描かれています。有名なシーンが雪だるまを使ったキスシーンですよね。
ロマンティックな演出にときめいた方はたくさんいるでしょう。また主題歌の最初から今までは多くのファンに愛されました。何度も何度も見て泣きました。韓国のことをもっと知りたいと思ったきっかけを作ってくれた最高の作品ですなど、本当に評価の高い作品だということがわかりますね。さて、第一次韓流ブームと言われたこちらの作品ですが、皆さんはどの作品がお気に入りでしょうか。決して色褪せることなく、いつまでも私たちの心に残る名作たちですね。ぜひコメントなどいただけたら嬉しいです。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。